こうレドンドビーチにあるタウンハウスなんですけども4ベッド3バスの、車庫が2つ、ついているもので、3階建てで、下に、駐車場が2つあり、1階に、ベッドルームとバスルームがあってここ2階がメインのところになるんですけども こちらにやはり、台所とリビングルームと、部屋があり、あと屋上からは、オーシャンビューが見られる物件で、値段が、2.15 ミリオンになります。日本円でいうと2億7000万ぐらいです。この家はこの辺りでは普通の家ですか？そうですね、一般的ですね。中レベルの値段になると思います。もっと高性なものは10ミリオンを超えるものもありますし。この物件は、同じく部屋が4つ、バスルームがフルバスが2つ、あとゲスト用のバスルームが1つあって、大きさは2150スクエアフィートですね。で、お値段の方は1.6 ミリオンになります。こちらではだから人生の中で何度も引っ越すのは当たり前なんですね。もちろんです。平均アメリカ人が家を持っている年数は、5年から7年です。でアパート暮らしをしている方は大体2年3年ごとには引っ越してます。で再販売するというのはもう普通に考えられてますね、常識として。
この物件は、新築です。で、今風のデザインや、彩り、もちろん明るい目の、フロアの色の選択だとか、あと開放的な台所だとか、オープンスペースなんですよね。そして、コーナーに面しているユニットですので、明かりが結構窓が多いので明るく感じられます。で、1階2階両方ともフロアプランが非常に開放的なので、実際の大きさより大きく感じられると思います。お値段は、お値段はこちら 2.1 ミリオンになります。海から少し、遠いんですけども、遠いといっても車で走れば5分なんですけども、やはり海辺に近くないというだけで、やっぱり10万ドルから20万ぐらいの差はあると思います。一戸建てなんですね。完璧な一戸建てで2階建てになるんですけども、レドンドビーチでバックヤード、裏庭を持つというのは本当夢の中の夢になるんですけども、ここはちゃんと、台所、ダイニングルームの隣から、バックヤードに出られる、結構大きなバックヤードがあるのと、あと2階から、マスターベッドルームから、バルコニーに出られるんですよね。そこから、運が良ければ晴れた日には、カタリナの海が見られると思います。おいくらですか？2.1 ミリオンになります。2億7000万ぐらい。そうですね、はいはい。でもここも新築ですので、本当に、新しいデザインとカラーの取り入れだとか、すごく皆さんに好まれる家になるかと思います。
この物件の一番のセーリングポイントは屋上にあるループトップにあるあのバルコニーですね。そこから晴れた日には、海のビューや、後ろから、雪を抱いた大山が見られます。で、特にこの物件はソーラーパネルがインストールされているので、夏なんか電気代がかなり節約できると思います。カルボニア電気代がすごく高いので入居する人にはすごく喜ばれるあの要素だと思います。しかし電気代よりもこちらの値段の方が高いと思うんですが、おいくらでしょう？なんと 2.2 ミリオンになります。はい、 2.2 ミリオンですから、まあ3億まではいかない、2億7、8そうですね、ぐらい、はい、はい、そうなると思います。だんだん金銭感覚がわからなくなってきました。だんだん狂ってきますねここはこれまでのところちょっと雰囲気が違いますね。そうですね、ここはトーレンスって言って、どちらかというと、まあ、都会的な感じがするエリアだと思うんですけども、ここは特に日系のコミュニティ、あと日系の会社、まあ、まだ、ホンダ屋さんとかあの日系の企業がいっぱいいて、こちらに日本人が一番多い市ではあります。で、この物件とこのコミュニティも日本人含めアジア系の人がたくさん住んでまして、特にこの物件は、アメリカの中流の人がどういう暮らしをするかということが少し垣間見れるあの風景を持った物件だと思います。で、ロケーション的にはバルコニーから、あと2階の部屋からグリーンビューが見られるので、このコミュニティの中では一番ロケーションはいいところだと思います。で、まだ安全ですし、ゲートコミュニティですので、あの誰も入れるわけにはいかないので、まあ、安全が保証されているという感じです。一戸建てではありませんが、お値段はいくらぐらいでしょう？ここタウンハウスということになるんですけども、まあ、うんと値段がお安くなりまして 1.2 ミリオンになります。あ、なんかだいぶ安いような気が、1億5千万ぐらいっていうとそうですね、ちょっと手が届きそうな感じになりますでしょで、ここ錯覚ですよ皆さん、錯覚ですよいい投資になります。何が何でも10年間縛りついていれば必ず買った時の値段の2倍になりますので、まあいい老後の対策としてもいいと思います。今この YouTube をご覧のコモさん不動産をご覧の皆さん、ほとんどの人にとって何の関係もないことだったかもしれませんがまあそういう夢を持つということと、そうです ね、はい、それは大事なことだと思います、うんうんうん、これも一つのアメリカンドリームですかね。そうですね、うん、あのアメリカで家を持つというのは、うん、もう世界のいろんな方にとって大きな夢になると思います、うん、夢をやっぱり持つべきですし、うん、
夢を持っていられる間は若くいられると思います。はい、ご紹介いたします。よろしければこちらの方にご連絡ください。山本です。ありがとうございました。